1>, 1、FC マクデブルクは、ドイツの北東部、ザクセンアンハルト州の都市マクデブルクを本拠地とする、サッカークラブである。クラブは1896年6月15日に、SV ビクトリア96マクデブルクとして創設。第二次世界大戦前の合理が見ミてでは、幾度も、決勝進出を果たすなど全盛期にあった。戦後、マクデブルクが、ソビエト連邦の占領下に入るとクラブは、 解散を命じられ、選手たちはいくつかの小さなクラブを作って、そこでプレーを続けた。ドイツ民主共和国が建国されると、かつてのスポーツクラブは、企業のスポーツ組織に置き換えられ、特定の産業と結びつきの強い名前が与えられるようになった。マクデブルクも1951年に、数クラブが合併して、BSG シュタールマクデブルクと解消。翌1952年に、 b s g も通るミッテマクデブルクとなった。そして1965年に、サッカー、東ドイツ代表の選手強化のための特別、強化クラブの指定を受けると、サッカー部門は、複合型スポーツクラブから独立し、1、FC マクデブルクとなり、これ以降国内の有望選手が集まるようになった。1970年代に入ると国内では、ディナモドレスデント勢力を2分し、 三度のリーグ優勝を果たすなど黄金時代を迎えた。また1969年から1974年の間に9人の東ドイツ代表選手を輩出し、そのうち4人は1974年の FIFA フフワールドカップ西ドイツ大会代表メンバーとなった。1973から74シーズンはクラブ史上で最良の季節となった。リーグ戦では2度目の優勝を果たし、 UEFA カップウィーナーズカップでは決勝戦に進出。1974年5月8日にオランダ・ロッテルダムで行われた決勝戦はイタリアの AC ミランを2から0で下し初優勝を成し遂げた。この記録は欧州サッカー連盟主催の国際大会で優勝した唯一の東ドイツのクラブとなった。1991年に ドイツ再統一後は3部リーグへの参入となった。これ以降はトップリーグでの活躍の場を失ったが、2000から01シーズンの DFB ポカールでは1、FC ケルン、バイエルン・ミュンヘン、カールスルーへといった競合を下しベスト8進出と旋風を起こした。しかし2002年には財政的な問題から4部リーグへの降格を余儀なくされた。2006年に レギオナルリーガ昇格を果たし、2006から07シーズンのレギオナルリーガ北部では、ブンデスリーガ2部への昇格に迫りながら3位でシーズンを終えるなど、復活の気配を見せた。2008から09シーズンからはリーグ再編により、レギオナルリーガ北東部に所属していた。2014から2015シーズンに、ブンデスリーガ3部昇格を果たす。ファンによるコレオグラフィー。 2008年5月3日、対アイントラハとブラウンシュバイク戦にて、2017から18シーズンには、ブンデスリーが3部で優勝し、初めて2部へ昇格した。1972、1974、1975、1964、1965、1969、1973、1978、1979、 1983,1993,1998,2000、1983 2001,2003,2006,2007,2009,2013,2014,1973から1974詳細は、カテゴリー 1FC マクデーブルクの選手を参照。ありがとうございます。